クヨカミラビバルマガクヨとは、インド天文学やインド先生術が扱う9つの天体とそれらを深刻化した神である。中国へは、祝謡行などにより簡約された。サンスクリットではナバグラハで、9つの惑星という意味である。部分的に訳してキューグラハとも言う。繁栄や収穫、健康に大きな影響を与えるとされた。東アジアでは、 宿陽道や陰陽道などの星による占いで使う。供養のうち七葉は実在する天体で、残りの二つも古代インドでは実在すると考えられた天体である。同じ陰陽道の旧姓は、名前は似ているが実在によらない、抽象概念で大きく異なる。官名の星の読みは、高音で、小、観音で、聖となる。チャンドラとソーマは異なる神だが、 決心としては同一視される。一部の経典などでは、ケトゥについて、月の延地点、水星や流星という遺説をとる。供養神これらの多くが、インド神話に登場する。スーリア、ソーマ、ブリフハスパティは、リグベーダを、はじめ多くの聖典に見られる。マ、ま、タブダは、イダーとの間に、ウルバシーとの恋愛物語で知られるプルーラバスを、設けた。月の交点の内小交点が、 ラーフ、高校典がケートゥである。シャニ、ラーフ、ケートゥは、協調の星とされ、南インドの寺院ではよく祀られた。月の光典は、日食と月食の食に深く関係する。そのため神話化され、インド神話のバラモン教の聖典、ベーダでは、父海各藩の時不老不死の霊薬であるアムリタを、盗み飲んだがスーリアとチャンドラの告げ口で、 ビショヌのチャクラムで首を切られたアスラであった。アムリタを飲んだ首が、不死のラーフ、胴体が、ケートという星となった。ラーフは、太陽と月を飲み込むが胴体がないのですぐに太陽と月は、現れてしまい、これが、日食、月食になる。ラーフは転じて、障害をなすもの,の意味で、ラーフらとして、釈迦が息子に名付けたと言われる。土曜、水曜、木曜、 火曜、金曜、月曜、日曜、京とラゴーの9つの星を、供養ンダラとして進行した。平安時代には、交通安全に霊源があるとして車分に多く、使用された。ラゴー星は、平安時代の神仏集合の際、日食を引き起こしたスサノオと結びつけられ、災いを引き起こす天体と考えられた。また、ラゴー星を祭り上げる場合は、 大番紙として同祖神のように建て祀られる。ちなみに土曜から日曜は七曜といい、また土曜から金曜の五星より五行節が現れたとされる。家門の星門の図案ともなり、基礎市をはじめ中央の星を発生が囲む、九養門が満月の意味を持つ餅月市によって用いられた。他、見聞書家門には、千葉市、荒尾市、宿久市、未属石が載る。他に、 関西重州諸家府には、青山市、戸田市、三宅市、佐久間市、伊達市、相馬市、細川市、星名市などが載る。星名市は、各区用で、同一族の合図松平家家臣の西郷氏にも使用が許されている。細川市は、1747年の細川宗隆、殺害事件以降に図案が変更され、離れ区用が用いられた。伊達市は、 伊達政宗の台から用いる。宮城県のマスコットキャラクターの結び丸の兜にも供養門が描かれている。相馬市の供養は、菅竹平市千葉氏族の流れであることと、病研信仰に由来するものである。ありがとうございます。